ここの間どこだっけ写真公社にちょっと用があってで今度9月に HJ のねアイズの写真展を東京と名古屋で2か所でやるんですけども古いネガカラの、まあ、ネガカラプリントをお願いするのに僕もネガカラプリントできないこともないんですけどもこれはプロに頼んだ方がいいなと思って写真公社の、まあ、プロに。 お願いしに行ったんですけどもその時に「渡辺さんペンタックスの17触りましたか?」って聞かれたんで「いやいやあれペンタックスっていうかね離婚に行っても全然物がないって言ってて触ってないんですよ」って言ったら「今1台だけあります」っていう話で見せてもらったんですよ。これあのね僕ね正直言いますとこれが発表になった時に。 よくこのデザインで通したよなっていうのが正直な話だったんです。デザインはうんどうでしょうって思ってたんですこれなんでしょうねはっきり言うとダッサいなって思ったのこれ見てた時に。でもね実機を触ったらこれやっぱ8万8千円するだけあってすごいしっかり作り込んであって。 この感じが悪くないっていうふうに思えてきました。このね、巻き上げれば、オートワンテンっていうカメラが昔あって、あの、フィルムサイズでね、ワンテンサイズっていうのがあったんですよ。このカセット式のフィルムで、ガチャンとカセットをカメラに入れて、まあ、ローディングっていうか、このフィルムを セッティングする必要性がないカセットタイプのフィルムがコダックから発売されててそれがね1テンっていう企画として一時ちょっとだけ流行ったのが1980年の頃その時に発売されたのが何でしょうね 35mm カメラをめちゃくちゃちっちゃくしたオートワンテンっていうカメラがあってそのオートワンテンのあのちっちゃいカメラのレバーだそうですこれが。 で巻き上げレバーの方は 35mm の、えっとね、LX っていうカメラがあってその 35mmLX を使った、えー、巻き戻しクランクになってるということで確かによくできてるあなるほどねって思ってあこれはいけるかもしれないっていうかあの確か触ってしまうと、まあ可愛さは出ますね。 でもねよくこれデザインこのデザインで OK になったなってすんごい不思議だった例えばこの17のロゴであるとかうーんと思ってたんですよねこのグリップであるとかねまあ確かにこのグリップに電池室になってて持ちやすいんですよすごく。持ちやすいんですけどもパッと見たその。 イメージとしてのデザインっていうのがわざとまあ狙ってるんでしょうけどもどうなんだこのデザインって本当思ってたんですよ最初。でも実機を見るとその軍幹部の作り込みと相まってあなるほどなって思いましたね。でそのファインダーも、えー、素通しなんですけども距離計が見えたりしてもよく作ってますよこれ。まあ売れるなっていう。 のも分かりま,すまあこれがきっかけでねなんかあとローライの 35AF ももう発売になりますよねあのクラウドファンディングだったのあれはあのそれも含めて 35mm フィルムカメラの新製品が次々と出るっていう、まあ、不思議なか、えー、状況になってますね8万8,000円高いのかなどうなのかなっていう気はしますけどもまあ売れるでしょうね でハーフサイズっていうのが賢いなと思ったのがまあフルサイズのコンパクト機っていうのは中古で山ほどあるけどおそらくハーフサイズは少ないんですよねデミキャノンデミありますよねリコーオートハーフがありますよねオリンパスのペンがあるその3機種くらいかな普通に考えるとまあそのほかにもねサムライとか面白いのもあったんですけども普通に流通している数は少ないと思うので。 まあその中でハーフサイズ立て方であるっていうことは結構面白しさが出るんじゃないかなという気はしますね。